ね、昨日ね、あの2件さ、あの法人のね、個別相談来ててさ、これ、たまたまね、まあ、ある団体 があってね、で、そこの会合ってさ、やっぱりあの会員になってんだけど、なかなか忙しくて行けなくてね、で、もうとにかくたまには顔出してくださいよなんて、また連絡来たから、まあ、しょうがなくてね、こう予定全部すり分けてさ、で、あの夫婦でね、一応参加させてもらったの。で、その時に、ね、たまたま隣に座った人がね、ちょっと不動産について相談したいんですよね、なんて言うから、まあよかったらね、一回連絡入れてもらって、相談来たらいいんじゃないですか、なんて声かけてただけ。で、もう一人はさ、面白い人なんだけど、要するに、つかつかつかっと来てね、で、いや、お話があるんですよって言うんだよ、知らない人なのに。でね、なんですかって、いや、ご夫婦でこういう場に来る人って珍しいですよねって言うわけよ。いやいや、俺なんかいつも、ね、二人で行ってんだよね、言ったら。でちょっとぜひね、うちと一緒に仕事できませんかって話になってて、何の話だろうと思ったから、まあ一応ね、予約入れといてくれたらさ、ね、相談に乗りますよなんて言ったら、いやいや、新宿まで来てくれって言うんだよ。で、いやいや、それだったら行かないしって、相談もね、別にね、こっちからお願いすることもないしね、なんて言ったら、じゃあ行きますよなんて言ってね、昨日ね、役員が来たんだ。で、昨日ね、その、まあ一人は、あるね、会社の社長さん でこの人すごいんだ、もういろんなフランチャイズでいろんなことやってるんだけども、まあ、その中の一つがね、寮を借りてね、で外国人をそこに呼んできてね、でそこでその日本に住むための研修をねして、それで、いろんな企業にさ、まあ、派遣をするっていう仕事をね中心としてるんだけども、もういっぱいね、今そのニーズがあって、で政府もそれを積極的にやろうなんて言ってるから、ね、急いでちょっと物件探さなきゃいけないんですよなんて言うから、いやいや、月見クラブこういうのあるよって言ったら、え、本当ですかってホームページ見てたら、いや、これ絶対いいですよなんつって、で、お互いにリスク軽減できるから、これで行ったらどうですかって言ったら、いや、今から見に行っていいですかって急に言ってさ、でやっぱ社長ってのは早いよな。いや、もうさ、検討も何もないんだよ、いきなり、なんだか、もう今から行こうぜなんて2人で来てね、で、そのままもう30分も話して、ね、方針決めて、ね、じゃあ東海市場と、ね、青台見てきてよなんて言ったら、そのまま見に行ってね、で、昨日は夕方までずっと写真撮ったりなんかして、で、一応ね、もう前向きにやろうなんてことになって、で、一応業務提携をね、じゃあこれからしようなんてことで一発で決まっちゃってさ、まあいい感じになったよね。で、もう一人がね、面白いんですよ、橋本君にはいい話なんだよ。そのね、夫婦にいるときにつかつかってきて、新宿に来てくれって言ったのが、ね、いやいや、行かないよって言ったら、ね、こっちまでじゃ来て、で、その役員の人なんだ、何してるかっていうとね、結婚相談所なんだよ。結婚相談所の全国組織を作っていて、いや、これがね、すごいんだよ。で、そこでね、要するに、いろいろ話してて、じゃあ、うち、いや、一緒にやりましょうよみたいな感じで、で、うちさ、今日、そういえばね、去年かおととしだな、ほら、婚活パーティーをね、要するに会社で企画してやろうなんて言ってて、で、社員も参加できるし、そのうちのほら、地主さんとかさ、息子さんとかね、あとは、独身の投資家の人とかね、いっぱいいるわけじゃん。で、女性もね、そこそこその投資家の中にもいるし、で、ね、たまたまその、ね、うちの会員さん同士で結婚した人も実際にいるわけじゃん。だから、これってさ、結構重要だよね、なんて言って、で、やろうと思ったんだけど、なんかこうね、婚活っていうとさ、ちょっとこう、なんか、うちに対してデメリットのイメージあるよね。で、じゃあそのことやって変なことになっても嫌だなっていうことになって、で、とりあえずちょっとね、去年はやめたのよ。そしたところが今回は、ね、あれだから、もう全部、ね、その入会した人、ね、全部のデータが分かるのよ。で、だからどこに勤めてて、年収がいくらで、どういう趣味で、朝、飯はパンを食べるか、ご飯を食べるか、ね、そういうのも全部データベース化してるわけよね。で、それで、要するに、コンピューターでさ、マッチングさせるんだよ。で、それを、要するに、仲介役として、僕たちが間に入ってやるんだけど、まあ、その中ではさ、ね、実績的に言うと、ね、6ヶ月で 93% ぐらい結婚してる。6ヶ月で 93% これ面白くない？で、とりあえずね、ほらそういうのってさ、まあ、俺が直接やるのもいいんだけど、まあ、そうもいかないだろうから、まあ、とりあえずね、これからちょっとプロジェクト作ってやろうぜなんて言ってて、で、なるべくね、おせっかいな人をさ、ね、要するに、チームに入れて、
ね、例えば土方さんみたいなちょうどいい感じじゃない、ちょうどおせっかいだしさ、ね、でそのおせっかいな人をいっぱい集めようとかって社内で実はじゃあ私もやりますって、ね、昨日ちょっとね意見があったりなんかしてて、でこれね面白い事業と思うんだよ。でね、うちの会社の中でも半分以上が独身じゃないの、よくわかんないけど、であとはね、独身って言ってもまあね、離婚者っていう人もいるよね。でもさ、こういうカテゴリーの人もちゃんとさ、そのサイトの中 にあってね、あとは年代も要するに若い人だけじゃなくて、そこそこ年いった人もいたりするのね。でそれさ、やっぱりね、大事なことっていうのはやっぱりね、さ、まあよくあるのはさ、要するにね、付き合ってさ何年も付き合ったんだけど、よくよく考えてみたらなんか家庭の事情で、あこの人は無理だよねってなった結果として、要するに時間だけ過ぎちゃった出会いってあるよね。でこれってすごい無駄だなと思うわけじゃん。あともう一つはね、内容わからないまま、なんとかかっこいいから付き合ってたんだけど、いやこいつが実は遊び人だったりさ、こいつが実はね借金苦のやつだったりするわけじゃん。でそうすると、ね、そのね、いいと思ったんだけど、要するに、ね、こいつ無理だあるよねでいうことがさ、最初から分かった方がいいよねって思うわけでさ、ね、昨日うちの、ね、奥さんと、ね、うちの社員でさ、なんかゴルフ行った帰りでね、でなんか台風で途中でダメになっちゃったからなって、ね、蔵で飲んでるからなんて話してさ、で蔵でその話をしたんだよ。そしたらね、うちの奥さん、そういう仕組みだったら私もね若いうちにやっとけばよかったみたいな話になってて、でね、やっぱさ、ね、人ってさ、なんとかな、ね、いろんな出会いがあるだろう。でそのいろんな出会いがあるんだけど、その中でさ、要するにさ、着実にね、要するに要するに結婚のゴールまで行けるっていうのはさ、なかなか難しいことじゃん。で確率としては非常に低いわけだよな。でもさ、スタート段階でだよ、ね、要するに例えば湘南歩いててナンパされちゃってみたいな話と違うわけだよな。要するにお互いにデータベースあるんだから、でその中で要するに、AI を使ってね、要するに精神なんとか診断やるわけじゃん。でそうすると要するに、別れる確率が何パーセントみたいな出るのよほら誰なんか登録したくなったでしょみんなこれね、一応ね準備はちょっと時間かかるんで、まあ、準備はねするんだけどね、その中からねサンプルとしてね、要するにうちの社員の人に要するに入ってもらって、実際にどんな感じなのかっていうのをねやろうかと思ってるわけで、ね、僕はね何ていうかな、正しい婚活っていうかね、要するにさ、それはね支援した方がいいんじゃないかと思うわけ。例えばうちのね、社員でもさ、たまたま結婚したけど奥さんがなんかね、要するに、三浦には住めないみたいになって、で旦那が泣く泣く辞めてっちゃうみたいなこともあったわけで、それだったら逆に最初からね、もう三浦に住んでるんだってことで、でそこにね、要するにもう来てもいいんだっていう人を選べばよかったじゃんって思うわけだよな。だからそういう面でいくとね、例えばね、うちの会社の中でも要するにいろんな仕事してる人がいて、でそれについてはさね、ほとんどさね、他から見たら尊敬の念を得られるような仕事してるわけだよな。でもさ、出会う場所がないんだよね、なかなかね。だからね、そこ例えば帰りがけにそこね、大船の飲み屋街行ってもさ、別にろくな人はいないわけじゃんね。でそんな人でね、なんか出会いをやるよりもちゃんとデータベースが揃ってさ、でそれちゃんとした人がちゃんとしたマッチングをしてたよ、でちゃんとねいうルールに基づいて、要するに、婚活したらさ、俺いい人行くんじゃないかと思うんだよ、ね、だからまあここはね、ある意味でさ、9月からスタートかな、9月にスタート始まるんで、そこでねキックオフ の研修をやるので、興味のある人はそこに参加してもらって、でただ登録するのにお金かかるんだよね。登録ってのはその仲人役の登録するのにお金かかる、ね、だからその仲人をやる人については、要するにさ、その中から選択する、でも手伝いをしてもらうみたいな感じでやろうと。でその代わり、まあ、婚活パーティーとかそういう時には一緒になってね参加して、そのね、いろんなことをさね、やっていろんな実験をして、でなるべくカップリングを多くするという形にするわけ。そうさ、今ね少子高齢化がさ叫ばれてるだろう。でさ、ただぼーっとしてても少子高齢化はね、解決できないですよ。で今ね、三浦にね見てみなよ、ね、もうバンバン子供生まれるでしょうちの連れてった横浜の人たち、ね、東京の人たち、ね、社員としてさ入った人たち、ね、今年も僕結婚式2回で、今度、大阪の北村君のね結婚式行くけどさ、ね、結婚式今年入って2人目だろ、ね、あ2人行ったろ、で去年も2人行ったよね。
でこの人たちがもう子供できてきてるし、また2人の子供生まれてるやつもいるだろうということになると、もうこれからさ、やっぱりね、そこの部分から中心として子供を増やすっていうね、具体的な手法としてこれはね、いけるんじゃないかなと思うわけ。まあ多少ないともね、あの社会性のある仕事だと思ってるんで、あのこれはね、遊び半分じゃなくてね、きちっとした形でやろうと思ってるわけ、ね、だからぜひね、結婚してない人はラッキーだと思ってよ、今まで結婚してなかったりこれからいいことあるかもしれないから、まあ、ぜひね、そういうのを参加してもらいたいと思うね。社員の人も一応福利厚生としてね、あの会費はうちが持つからね福利厚生の一人として、ね、6ヶ月間の間に結婚していただきたいというふうに思ってますから、まあ、ぜひね、参加してもらいたいと思いますので、ね、お願いします。以上。